皆さんこんにちは。産業能力大学グローバルマネジメント研究所所長の平田丈司です。グローバル化の進展が目覚ましく、人、物、金、情報、あらゆる経営資源が世界規模で展開している今、ビジネス習慣や文化的背景を正しく理解し適切な対応をすることは今や必須であると言えます。これらの課題に応えるのが本講座グローバルマネジメント入門です。グローバルマネジメント入門は私平田をはじめ3名の講師で担当させていただきます。オーヤンフェイ先生、中国をはじめとするアジア市場の特徴の紹介を通じ日本企業の海外進出のポイントについて解説します。内藤秀俊先生、グローバル環境下においての効果的なコミュニケーションや職場でのマネジメントのポイントについて解説します。そして私平田丈司です。私はグローバルマネジメントの意味するもの、そこでの効果的な企業戦略やマーケティング戦略について解説していこうと思います。本講座は全部で4週間の講義と反転授業で構成されています。第1週グローバルマネジメントとは、第2週ケースで学ぶグローバルマネジメント、第3週グローバルコミュニケーションの基礎、そして第4週グローバル環境における戦略と人材です。講座の一部ではケースドラマを活用した学習を行っていきます。本講座が今後のグローバルビジネスを円滑に展開する糧となれば幸いです。本講座の受講をお待ちしています。